マグマベースをただの基地だと思っているのか。何？お疲れ様です。前田です。前回の動画でですね、まずはデラックス大型基地マグマベースのご紹介をしました。で、今回はこれがですね、変形してマックスマグマになるという遊びをしていきます。はい、こちら箱なんですが、この姿ですね、これがマックスマグマです。前回はこの基地型のですね、マグマベースで遊んだんですけど、これが変形してこのようにですね、マックスマグマになるんですね。29話で初登場したんですかね、合身対合体っていう話なんですけど、敵のですね、モンスターがですね、二つのカニとアリが合体した敵なんですね。こいつがめちゃくちゃ強くて、スーパーファイブローでも歯が立たなかったんですよ。で、しかもですね、スーパーファイブロボが負けそうになってるさなかですね、レッドだけ単身この基地に戻るんですけど、銀帝軍ゾーンがですね、基地を、乗っ取りにですね、次々と、襲ってくるんですね。なんとかそいつらを退けですね、最後は、合体したという話でしたね。かなり、ギリギリ最終回な匂いのする話でしたね。なんとかなりましたけど。はい。では、まずですね、スーパーファイブロボを作りましょう。まあ、今日はですね、スーパーファイブロボのご紹介じゃないので、ちょっとさらっと合体させていきますね。まずは、キャリアベーターを変形させて、こうですね。おー、硬。久しぶりに変形させましたね。硬いですね。で、スカイアルファですね。畳んで、機種も中に、このように入れてくるんと。で、ここに顔が収納されているので出して、はい。で、先ほどのキャリアベータに合体。よし。で、ランドガンマですね。このキャノンはスーパーファイブロボの時は使いませんので外して、で、分割して、ここに合体ジョイントがあるので出します。で、ここですね。はい、合体させて、はい、スターキャリアは、変形スターラウンドですね。外して、外して、よいしょ。ファイブマンの再現動画もですね、ファイブロボのウイジンは、近々作るんですけど、まあ、スーパーファイブロボとかこのスターファイブのですね、ウイジンもですね、また取り直すと思うので、そのうちやると思いますが、はい、バラバラにしていきます。で、これは使わなくて、足パーツですね、これをですね、ここ開いて、で、ここをガバッと、はい、このように展開して、で、ここにですね、カバーがあるんですね。これをはめないと、転倒の危険があるんですけど、ヒールストッパーっていうパーツなんですけど、これをこう、はめてやることで、隙間がなくなるんですね。これ、なくしますよ、絶対。で、こっちもですね。はい。よいしょと。こちら側もヒールストッパーをはめて、はい。ファイブロボの足をですね、まっすぐにしまして、ここに、はい、合体します。よいしょ。ファイブロボがですね、デラックス超合金なんですけど、足がかなり重いんですよ。合金がすごいんですけど。で、これで、あとは、スターキャリアだった時のこのバーニアをこう展開して、これをですね、銃で外した方がわかりやすいかな。はい。ここにですね、このように、こう引っかかるとこがあるんで、グイッとはめると、はい、こんな感じにくっつくことができて、で、このパーツですね、この赤いウィングのついたのをここにつけて、こう巻きつけるんですね。はい、これで腕の完成ですね。こっち側が OK で、はい。で、反対側も同様ですね。これパカッと開けて、ここに腕をはめて、
で、ここにこのカバーですね。これを巻きつけて、で、腕に戻すと。はい、これで腕の完成で、最後はですね、ヘッドギアですね。このパーツを展開すると、ここにこう隠れてますので、スター5の顔はしまう。でここの後ろに、まあ、余剰パーツ的なこれですね。使わないこのパーツはここに合体して、こうですね。バックパックにします。よ。はい、これを、かぶせてあげますと、よ。はい。で、後ろに、キャリアベータの引っ掛けるですね。ここに引っ掛けてやれば、スター5の顔がチラチラ出ますね。よし。これで、はい。完成、スーパー5ロボっていう感じで、こう、アングルがなるわけですね。いや、いい、かっこいい。久々にやりましたね。うん、このむちゃくちゃな足がいいですよ。そしてこんな感じでですね。まだスーパー合体を始めて、3年目ですかね。ライブマンで始まって、ターボレンジャーでファイブマンなので、3年目のですね、スーパー合体なんですね。もう今ではお決まりですけど、この時はまだ、新しかったですよね。で、こんな感じで合体したスーパーファイブロボが、マグマベースとですね、合体するわけですね。で、ちょっとまずこっちを変形して、マックスマグマにしてみましょう。まずはですね、このパーツを引っ張って取って、で、あとこのキャノンパーツもですね、引っ張って外します。両方とも。よいしょ、はい。はい、そしてこのパーツですね、これを、引っ張ると外せます。このように。反対側も外して、今外したパーツの内側にですね、マックスマグマの腕パーツがしまってあるので、これを取り出します。よいしょ、でかいな。はい。これで、はい。このパーツを2つ連結。よっ。はい。こんな感じで、できてきましたね。で、ここですね。ここに腕を、向きはこうかな。はい、はめて、よいしょ、はい、こんな感じ。この部分を展開して、先ほどのこれですね。これを、わかります？ここに溝があって、こっち側のこの突起、これを合わせてやると、スッと入ります。はい、おお。この部分はガチッとははまらないですね。乗ってるだけっていう感じです。で、今こうなってるんですけど、腕がですね、中に格納されてますので、おぉ。この音すごい。これを、あ、先に出さなきゃダメなんですね。よいしょ。腕パーツを展開して、こんなすげえ、めちゃでかいっすよ。こういう感じになってるんですね。こっち側も取って、はい。手のひらを出して戻します。肩にですね、穴が開いてますので、先ほど外したこの三連結キャノンですね。これを合体させます。反対側もここですね。はい。それで最後の仕上げは、このパーツがマックスマグマの顔になりますので、横のパーツを90度。はい、倒してやって、ここのジョイントをここに合体させていきますよ。よいしょ。はい、くっつきまして、そしてこれを90度展開すれば、ででーん。完成、マックスマグマー、でかい。はい、でかいです。結構引いてますけど、入りきらないですね。はい、こんな感じで。基地がですね、大型ロボに変形しましたね。顔めっちゃかっこいいですね。で、先ほど僕29話見たんですけど、DVD で。頭にですね、アンテナみたいなのが劇中はついてるんですけど、おもちゃはこれ、省かれてるんですね。まあ、
パーツが紛失するとかよりかは全然いいと思いますが、ということでですね、こんな感じで、何から話そうかな。まあ、まずは、可動いきますか。顔はですね、動かないですね。これはこう曲げちゃうと顔が隠れちゃうんで、うつむき、感じとかもできないと。で、腕は、360度。おぉ、ごめんなさい。これが、取れちゃいましたね。360度。すごい音ですけど、回りますね。はい。よ。で、手首は、変形の関係でこういう風にしか動かないですね。この強烈な突っ込みを、なんでやねんと、できますね。で、この部分は、このように、上に向けることができますね。で、次行きますね。あ、ここか。ここは、刺さってるだけなので、おっと。結構簡単に取れちゃうんですね。回ります。方向が変えれて、下行くと、この辺はですね、基地の時にお話ししたので一緒ですけど、これがですね、前を向けれますね。もうバンバンこれ撃ってましたね、29話で。よいしょ。マックスストームだったかな。マックスストームって言って、もういろんなところから砲撃をして、で、最後に、必殺技ですね。ダイヤモンドマックスで、もうこんな感じ。こんな感じで、はい、もう、こんなんでしたね。バン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 撃ちますけど。まあ、それはですね、スーパーファイブロボを格納した後ですね。で、後ろ姿、見てみましょうかね。よ。こうでしょ？はい。まあ、後ろ姿というかですね、もう、はい。なかなかの箱ロボですね。こんな感じ。ロボットになったらこれは多分しまうんでしょうね。説明書がないんでわからないんですけど。まあ足が割れてないんですけど、まあこういうおもちゃですからね。そんなところは望むことではないですが、後ろ姿はこんな感じです。スーパーファイブロボと並べるとこんな感じです。めっちゃでけえ。まあこのロボットがこれに格納されますからね。この大きさの差は当然といえば当然なんですけど、はい。じゃあですね、スーパーファイブロボを、マックスマグマの中に格納してですね、ファイブマン史上最強ロボということでですね、やってみましょうか。マックスマグマ側は簡単ですね。これを、はい、上にスライドして引っ張ってあげれば開きますんで、はい、これで OK ですね。そしてですね、スーパーファイブロボ側は、足を変形させるんですね。劇中でもそうなってたんですけど、このヒールストッパーを外してあげて、はい。で、この足をですね、元に戻します。はい。ちょっと怖かったので、ファイブロボを、一回外しました。足をまず元に、ちょっと硬いな。あ、戻して、はい。こうして、ダメだ。ここ閉まっちゃうから。やっぱり合体したままいかないと厳しいですね。ヒールストッパーを外したら、足をですね、90度回転させますね。ちょっとこれ、上が重くて怖いっすね。はい、このようにですね、やりまして。カバーはこれでいいのかな？ちょっと初めて遊ぶんで、説明書もないんで、ちょっと合ってるか心配ですけど、で、こっち側も、はい、足をですね、90度曲げて、というか元に戻す感じですね。こういう風にですね、つま先立ちみたいにしまして、はい、ここにですね、スーパーファイブロボをこのようにですね、はい、入れます。怖いな、これ。ぴったり入るの。あ、入ったな。あ、はい。これでいいのかな？はい。収まりましたね。はい。こんな感じになりましたので、で、この上にですね、さっき外したこのマックスマグマの上ですね。これを被せると。いいの？これ。よいしょ。なんか当たってる気がしますが、いろんなところに。ででーん。
スーパーファイブロボを格納が対完成マックスマグマです。と言っても見た目は変わらないですね。あの、胸元のこのパーツがクリアパーツなので、よく見るとですね、スーパーファイブロボが見えますね。わかりますか？このように。あの、前年のターボレンジャーのスーパー、ターボビルダーにも、まあ、こんなギミックがあって、ここの胸の窓にですね、あの、スーパーファイブロボが、スーパーターボロボが、顔が見えるようにはなってましたね。まあ、入ってるぞ感を出すために。なので、はい。遠目から見たら、わかんない姿してるかどうか。という感じですね。劇中ではですね、こんな感じで煽り気味でぐるぐる回るシーンから始まり、この子はですね、歩かずにもうこのようにもう、ホバー走行って言うんですか、こういうの、こう動いてましたね。で、敵に近づいていき、こんなアングルで、この肩の、まずキャノンがウィーンってこっち向いて、で、首も曲がるんですけど、これはちょっと動かないですね。で、この状態でマックスストームって言って、どん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 と、まあ、ジャブをかましまして、スタンバイっていう感じで、あの、ガクがですね、号令をかけますね。29話は、最後ガクは人間の姿、あの、変身しずに、あの、操縦してましたけど、スタンバイって言ったら、腕がこう、ブイーンと、こう、上がって、うわ、すげえ迫力。こうなって、で、こうなりますよね。これは元に戻すのかな？こうして、劇中ではこれがビューンとなるシーンはなかったんですけども、最後のシーンではですね、これも、この足元のやつも、もう全開放ですね。こう全部、やっぱり構えた状態で、ダイヤモンドマックスですね。こう、こんな感じで、どん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 、どん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 っていう感じで、すべてのですね、攻撃できる部分から、放つと。ここもすごいですよ、この指の先も。ここからバンバン敵を撃ってましたね。スーパーファイブロボでも全く歯が立たなかった、敵をですね、楽勝で倒してましたね。こんな感じで、はい。最強の形態でございます。はい、ということでですね、2回に分けて、デラックス大型基地マックスマグマですね。ご紹介してきたんですが、いかがだったでしょうかね。地球戦隊ファイブマンの、まあ、最終ロボですね。で、この時代はですね、こう、大型基地メカっていうのが、何年か続きましたね。前年のターボレンジャーの、まあ、ターボビルダーは、僕、親に買ってもらって持ってますね。昔動画でご紹介したことあるんですけど、ターボロボの初陣で、ターボマシンの出撃シーンが、ターボビルダーからちょっと出てきたか覚えてないんですけど、もしそうだとしたら、再現の時はですね、ターボビルダーを引っ張り出さないかな、ということにまたなるんですけど、はい、今回はですね、ファイブマンの第1話目からバンバン登場するこの、まあ、マグマベースですね。このロボットの形には29話で初めてなるんですけど、マグマベースっていう基地形態は結構登場してですね、ファイブマンたちのですね、基地としてですね、活躍しておりますので、はい、この動画が先か、ファイブロボの初陣が先かちょっとわからないんですけど、なかなかですね、こういうでっかいおもちゃで遊ぶ機会っていうのが少ないので、今回はですね、まあじっくり遊んでみましたね。で、説明書がちょっとなかったんで、遊び方が違ってる箇所もあるかもしれないので、まあちょっとそこはお許しいただきたいんですが、まあ、パーツは欠品はしてないっぽいですね。問題なく、遊べましたし、パッと見た感じ足りないところもなかったので、はい。まあ、ビデオもなかったですけど、うん。まあ、ちゃんと遊べましたので、まあ、ファイブマンを、愛していますから、劇中シーンを作るためにですね、めっちゃ見てますから、はい。そういうことで、余計テンション上がりましたよね。スカイアルファの発射遊びとか、うん。いや、これはやっぱり楽しいですね、基地遊びっていうのは。今の戦隊ではなかなかこういうおもちゃないので、45周年の、特別戦隊の時とかにはですね、こういう文化もですね、復活させてくれると、まあ、個人的には嬉しいかなという感じですね。はい。ということで、今日は、地球戦隊ファイブマンのデラックス大型基地マックスマグマのご紹介でございました。ありがとうございました。前田でした。お疲れ様でした。また見てね。よろしくお願いします。前田でした。